はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。あ、ここで一応あれなんだな、インターミッションを挟むんだ。クロスペディアってなんだウィキペディアみたいな感じか。システムをちょっと見てみましょう。少しなんか BGM ボリュームでかい気がするんだよな。まあここら辺はとりあえずオンにしておきますか。あとははてなはてなはてな。でセーブは終わったからネクストステージがスタートか。じゃあインターミッションごとに切るのが良さそうっすね。インターミッションを終了し次のステージへ進みます。よし、次からはインターミッションで終わりにしよう。なんか変な店があった。大正見て、お、桜大戦じゃないか。パリとニューヨーク。あー、パリとニューヨークの話はね、俺わかんないんですよね。桜大戦2あたりまでやったんすけど。ジェミニー、確かな情報なのかい。はい、突然パリのあちこちに。しかもバックミュージックもいいっすね。まあ歌わないっすけど。ニューヨークも同じだよ。調べてるんだけど何にもわからなくて。何か被害が出ているんですか。それが何もないんです。だからほっといてもいいかなって思うんですけど。破壊はできないのかい。スターで攻撃しても全然効き目がないんだ。他にもいろいろやったんだけど。テートには現れていないようですけど、一体何が起こっているのでしょうか。テートってそれを調べるための出張だよ。確かに大正時代じゃないですかね、今の渋谷と六本木は。俺はパリ、君はニューヨークだ。これは長い出張になるかもしれないな。もしやこれで現代にワープしてくるとか。おお。そんなコーマ。バカな、コーマは以前の戦いで全滅したはずだ。コーマが現れてこう待ったって驚いてる場合じゃないよ。大神さん、迎撃しましょう。距離が近い。エリカさん、危ない。生身で戦うのかこいつら。エリカ君、やらせはしない。強いぶん殴ったの今。大神さん、大神さん、今だ。低撃防御壁を上げろ。こんなところですまない。大神さん、しっかりしてください。そんな、エリカなんかのために。エリカの熱い口づけで大神さんの目を覚まさせるしか。今ので怪我したの。エリカさん、ちょっと待ってください。私が解放しますから動かないでください。エリカさん、動かないように。動くと切る。先が思いやられるな。早く助け起こした方が良さそうだね。おお、ツインユニットになった。君、死にたもうことなかれ。いや、てか生身で戦うんだヒットポイントがゼロになった味方ユニットは行動不能となり、他の味方ユニットによる救援か、救援を受けるまで一切の行動ができなくなってしまいます。救援は XP が 100% 以上あるときに、行動不能のユニットに隣接して Y。 復帰後はヒットポイントが減った状態なので油断は禁物ですと。ってことは何？大神死んでるってこと今。まあ復活させるか。了解。Y。お助けします。助かったよ、さくらくん。よかったですけど、私が解放したかったです。シスターなので。チュルルルルー、チュッチュッチュッチュルルルルー。さあ、反撃だ。防御壁を下ろしてくれ。大変だな、上げたり下ろしたり。その罪、死をもって償え。連携で倒しに行くぞ。テートの平和は俺たちが守る。連携とかあんの？おお、なんかあるな。サポートユニット。敵を攻撃する際、マップ上で自身の近くにいる他の味方を戦闘に参加させることができます。まあ、スパロボの援護攻撃関係か。戦闘中に L で1戦闘に1回だけサポート攻撃を行うことができます。
ありがとうございます。あ、でもこいつ攻撃終わっちゃったかな。どうしよう。ヒットポイントを回復させたいんだけど、なんかあるかな。おっ、待って、 X アイテムとかでもな、回復1しかないし、しかも 10% しか回復しないのめっちゃ少ねえな。どうしようか。あ、これ十字キーの左右とかで一応ちょっと角度はつけられんな。あー、まあターンエンドでいいや。街で行きましょう。街でなかなか可愛い声してんな。キャーで、さくらの方で正面になっちゃうけど攻撃をしましょう。で、大神をちょっと呼んでみるか。敵の姿に惑わされてはいけません。人生はエンターテイメント。明るく行こう。オーラオーラ来い大神。めっちゃ適当に切ってんだけど。いや、これ戦闘慣れるまでむずいな。俺たちなら援護出さないでも倒せっかな。行くぜ。エリカ君、目覚ましから戦いまで任せてください。ほい。なるほど。とりあえずまだ全然一発で倒せんの。エリカ君、勝利のポーズだ。待ってました。決めすげえ強えなマジで味方あ、やばい、後ろ取られるぞこれ。あと戦闘に参加させた方がいいのかな。この戦いの後、大神さんと交わしたあの約束を。どの約束なのかが気になるけど、今は行こう。ほい、狙い撃ち。ほい、天気一瞬。なるほど、ピコピコハンマーみたいなのが出てきたな。さすが大神さん。あ、回復時を手に入れた。プリンの次なのか。覚悟しなさい。まあ、一応横から行きますか。師匠との修行の成果、さくらさんにも見せてあげるよ。行くぜ。こっから切る。貫いて。めった打ちだな。それじゃあここで勝利のポーズ。また回復時を手に入れた。1449とか強えな。大神さん大丈夫ですか。大丈夫じゃなかっただろお前。しかも他のことは花組に任せんのかよ。花組のみんなには警戒とパトロールを強化するよう指示しておいたよ。パリア、ニューヨークが心配になってきた。レッツゴーです、大神司令。ああ、さっきも言ったが、帝と花組からは、俺がパリ、さくらくんがニューヨークに行く。あ、別々に行くんだ。とりあえずお披露目みたいな感じかな。初回の、うん、そうだな。セーブしてちょっと一個ずつやっていこう。 1,2,3 でインターミッションを挟んで特にやることはないから、まあちょっと短いですけれども、これは第2話というかプロローグの2ですね。じゃあ終了して次回またやっていきたいと思います。ちょっと戦闘がまだ難しいっすね。攻撃になれないんで、まあ徐々に慣れていければと思いますので、じゃあこれで終了します。